こんにちは。じゃあ、こっち。フライボーでございます。フライボーです。まだマスク取れなくてすみません。どうした？デジャブー、デジャ、デジャブーだね。そうなんですね。うん、まだ取れてないですね。じゃあ、今日もちょっと声張っていただいて。はい、頑張ります。よろしくお願いします。暑いね、しかし。もうお盆も過ぎましたよ。東京、もう東京はでも、本当は7月なんですね。え？お盆？お盆。7月なの？7月なんですよ。なんで？9本と2本と、2本通過、そうなんだ。8月半ば15日ぐらいか、普通お盆。ああ、七夕みたいなもんだ。そうなの？七夕7月なんですよ。うち地元は8月なんだ。あ、旧暦に、ね。うん、そうそう。そうそう、なんかね、あるんですよ。短冊書かなかったな。あ、そう。今年、俺も書かなかったな。うん、何書く？何かこう、でも一つでしょ、たくさん書いていい？だったら30か40か、なんと1個、うん、1個どうする？1個、あれじゃない、たくさんお願い事が叶いますようにって書けばいい。だから魔法が1個使えたら絶対それ魔法使いになれますようになるんだけど、うん、よく言うよね、あの、うん、アラジンと魔法のランプで3つだけとかっつって、うん、最初にたくさん願い叶えられるようにしてくださいってどうなるんですか。あ、そうそうそう、もう それですよ。まあそんなこと思ってるやつのところには来ないだろうね。まあ、真面目に生きるのが一番だよ。真面目が人とそれぞれ違うからややこしいんだけどね。俺は多分人が思ってるより真面目だと思う。一言だけ言っていいか、うん、熱くね。どうなの実際。でもどうなんだろうね、8月の終わりってこんぐらいの朝だったっけね。今年、今正直言うと、だからほら、ね、あの、もう8月下旬ではないんですわ。そう、それ、そうですわ、うんうん。いや、でも今年暑いのよ。焼けるのも早いし、だいぶ焼けてきて。そうだよ。お盆を開けるとほら、海もクラゲが出るじゃない。そうだよ。残暑バテみたいなんでしょ。そう。秋バテみたいな。そう、あるんですよ。なんで秋バテ。あの、千代田区も、あれ、電気ないとか。それ秋葉な、千代田区だっけ、あそこ千代田区、千代田区、うん、確か秋葉店です。秋葉、まあなんか電気街のイメージずれたけど、ね、まあね、あの飯屋とかある街じゃなかったんだよね。そうだよ、年の初よくコンデンサーとか抵抗とか買いに行ったもん、うん、こんなんね、1個 8円とかね。店の幅がこんぐらいのところが並んでてね、ハーツホーコンデンサートランジスタとかね買って自分でね、昔好きだったんで、あのよく電気基板とか作ってたんです、ハンダ付けだから。あの手のがねどうも苦手なのよな、苦手っていうかあんま通んなかったな。もうそのおかげでマックスオーライブってあの、ま、ライブの、うん、拡張プログラム、うん、あのかなんかカイローズみたいな感じなんだよ。ほうほうほう、こうオブジェクトを置いてセンスを書いてるから、うわあ、これタズの方が得意だろうなと思って見てる。あのダイヤグラム的なね、うん、あれはね大好き。スクショ入れといてる。分かんねえか。分かんねえ。何の話？で、いや、え、何の話？ああ、そう。秋葉の話？違う。朝顔。ああ、朝顔ですよ。朝顔。あの前回8月15日に公開されて、うんで、うん、いるはずでございます、はいはい、朝顔をお聞きいただきましたと、はい、モーニングウィード、あ、ウィードそれはあれだ、ね、これあのエクストリームじゃねえ、ヌードベッテンコって曲でした、アルバムでした。モーニングウィード朝の未放置、まあ、未放置か、窓じゃないか、ウィンドウ、ウィンドウじゃない、ウィード、モーニンググローリーですね。朝顔、昼顔、夕顔をひっくるめてモーニンググローリーという、はい、で一応朝顔限定で、はい、暑苦しい曲、朝顔に使わない暑苦しい曲。でもあれさ、メロだけ取り出してさ、うん、テンポ下げるとさ朝っぽいよね。ああそうかもしれないね。あの今回ほらあのギターも6弦を D に落として、うん、いわゆるドロップ D ってやつであの弾いてるんで、ちょっと下側の押しの強いザクザクが結構出てきてるからあれだけど、途中のメロとか意外とその分俺シンプルにしたのなもんでね、意外とそうだな、あれドロップ D で弾いた方が楽だろうな。
ゲームもな。そう？楽かもしんない。あんま開放ゲーム使うからね。うん。まあ、落とさないんだけどね。うん、あれ、実際5弦のベースになると、うん、下が B になるの？うん、B。B。開放ゲームは B。B になるのね。うん、A、B、C、D だからそうか。うん、ああ、もっと下が出るのか。出るよ。じゃあ。B ができるよ。ああ、じゃあ次は B 使います。B の解放が使える曲を。B ね、スラップで叩くとね、あのミックスすげえ大変。あ、そう。音が揺れるとか。倍音出まくりになるから、すごいあのレンジ支配するよ。ドン。弦張り立てとかもしんどいこと。弦が太いとでも倍音やっぱ出るもんね。出る。ギターもそうだもんね。やっぱ4、5、6は出るもんね。出るでしょ。うん。そうなんだ。そう。じゃあ B 使おう。ミックス。そうだ。俺か。そうだ。やめよう。D 止まりにしてる。そうだ。今回ね。いや、一回やってみるの面白いと思うよ。B。B。さら7弦買うわ。ちょうどね。違えよ。ベースのロー B のミックスを体験しろって。あ、そういうことね。7弦どうこうじゃねえ。7弦買ってくれるんだ。7弦も B に なるのか。多分そうだと思うよ。そうだよな、うん、あの4と7弦俺ちょっと弾いたことないんだけど、多分そうだね。でも7弦ギターの B と5弦の B は違うよ。おー、うん、と思うよ。だってギターだって1弦と6弦同じだけど違うでしょ、うん、まあ音程が違うから一概にはいないけど、うん、違うよ。そうか、太さが6弦で我慢するわ。そうだ、今回ドロップ D なんで、うん、多分フーライボの中では一番下の音が出てる、うん、間違いない。そうね、うん、5D はそうそうやってないね、うん、ちょっとだもう9割俺の趣味が入っちゃってるから、うん、いいんじゃない、うん、あれはやっぱターズが作る曲だよね。俺が作る曲ではないわ。ザクッ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 といった感じで、うん、で意外と今までのフルライブってソロと、うん、ギターソロとベースソロが意外と似たような後ろをコード回ししてたりして、うん、今回もガラッとガラッとだね、うん、もうベースはもう D 一本でドーン、うん、でギターはもうこのバーッて動いた上でのメロディーを乗せるみたいな、ちょっと新しい試みも入れながら。いいんじゃない、いいと思う。面白かった、声離れていいんじゃない。いい、良かった、そうです、うん、ありがとうございます。こんな感じのね、曲をね、ちょっと心がけてみました。さあ、でもテンポは速かったな。今回ね、170ですよ、BPM。 いや、170は170でいいんですよ、うん、やったことありますよ、うん、多分俺、昔のバンドでやってたの最後175かな。もうでもそれね、その曲でも8分刻みがほとんどなんですよ。もう音が16分を俺は要望したからね。そう、しかもそこで跳ねてくださいって要望したんで、うん、あのねあ、俺の相棒ってアホなんだってちょっと思った。俺思ったの、うん、俺ねベース弾けてたら、うん、多分ね、あのベースがまともに弾ける人間だったら、うん、多分落としたと思うの。まあね、あの、よくも悪くもあのいわゆる忖度が入るからね。そうそうそう、うん、忖度が入らないからさ、はい、あ、別に弾けんでしょ、ピックで弾けんだから指で弾けんでしょみたいな。いや、弾けるよ。弾けるけどさ、うん、それでグルーヴを出して跳ねさせるは別な話じゃんか。いやー、しんどいなと思って。あ、君さんならやってくれる。まあやってくれるというか、もうできて当然だろうなと。俺できてたかな。できてたかな。どうかな、まだ俺も完成聞いてないからなんだ。そうそうそう、本当でもそれは思った、うん、ベース弾けない人間ならではの曲じゃない。そうね、うん、そうね。だからよくほらギター弾けないのに DAW できないとか言うけど、うんうん、あの弾けないからこそのフレージングって、普通こんな指使いでこんな押さえ方でフレージング作んねえよみたいなのあるじゃないですか、うん、あるあるある。でもそれがまたさ、あの DAW だとできちゃうからさ、
それで面白いと思うよね。できない人なりのフレーズはあるけど、でも本当はできた上でできないフレーズを打ち込んじゃうっていうのが一番面白いんだよね、うんうん、でもできるとほらやっぱ既成概念というかさ、もう D って言ったらこの音っていうさ、そうね、無意識な縛りが出てくるんですね。そう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 、それをねまた崩すのが難しかったりするんで。そうなんだよ、それはそれでね。だ次回のあの B の曲はちょっと考えますわ、うん、いろいろとチャレンジします、ね、先に俺作ってたりしね、うん、やめて。あ、それでもそれミックス俺だからいい、うん、あの B のくくりは、あ、でも B のくくりはあれですよ、やりますよ、うん、勉強ですか。 B は B で キーとしてあんだよね、うん、まあまあ出てくるじゃん、うん、B のキーってギターでもそうだよ、ね、うん、ギター作る人でもそうだよ、うん、でもね、ロー B を使うかどうかね、語源の解放を使うかどうかは曲によるだよね、よるだよね、うん、よるだよね、うん、だって B だからってロー B 弾いたらえらいことになったりするからね、うん、曲によってはぶっ壊すからさ。そろそろ時間的に終わろうか。あ、いいとこか。あれか、まあ、まあ、ご愛顧ください、うん、ご愛顧ください。今回あの8月15日発表は、田付け作曲、うん、編曲風来坊、うん、でタイトルが朝顔、はい、モーニンググローリーになっておりますので、で次回は予定からいくと、うん、8、9、10、11月に、うん、秋ソングを、うん、秋ムなんですが、ちょっと、うん、そこで変わる？変わるというか、ちょっとあの例のあれがひょっとしたら、うん、間に合えば、うん、ちょっと面白いチャレンジというか、あの仕掛けができれば、うん、したいなと思うので、それをまた11月の楽しみ。え、例のどれ？あの方の、ああ、そう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 、そっちの方ね、はい、のやつもあるんで、そうね、そうそう、それがおっつけば多分11月それかな、おっつけたい、あ、それで変わるのもいいね、そう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 、そうしようか、それもあるかなと思って、そうしよう、うん、あの11月もあの、うん、何かしらの発表はする予定ですね、うん、風来坊自体もご愛顧いただける、うん、よろしくお願いいたします。秋もここのところなんかあの B 級パラダイスとか、あとMJ とか、いや丸さんから見てですね、うん、そうです、あの忙しく、動いてますんで、あのライブとかあのあれば、うん、ぜひ、この間ゲストのしげさんもたまにあの B 級なんかと、うん、一緒に絡んで、はい、秋もやってますんで、やっております。足を運んでいただければ、秋も頑張った甲斐があるなと、はい、マスクするほどになってしまっただけ頑張ったんだなと思っていただければ、そうね、一番の力になります、はい、ぜひあのそちらにも足を運んでいただければ、はい、よろしくお願いします。ではまた次回からレギュラー会、レギュラー会ですね、はい、久々のレギュラー会ですよ、本当だね、ちょっとテーマ考えましょう、はい、秋夏、まあちょっと考えます、はい、はい、じゃあ朝顔、よろしくお願いします、よろしく、ではさよなら。